コロッサス急航空母艦。コロッサス急航空母艦は、イギリス海軍が第二次世界大戦中に計画した軽空母である。戦時急増空母として設計されたが、戦後も多くの国の海軍で使用され続けた。コロッサス級は全部で16隻の艦艦が予定されていた。しかし、後期の6隻は一時艦艦が中断され、より大型の艦載機を運用できるように改め、 設計されたためマジェスティック急航空母艦と新たに名付けれた。そのためコロッサス級として完成したのは10隻である。10隻のうちパーシュースとパイオニアは解説系の後航空機整備艦として収益した。第2次世界大戦の開戦以来ドイツの U ボートによって増大する船舶被害に対抗するためイギリスは CAM シップ、MAC シップを経て アメリカからのレンドリースを含む護衛空母の大量調達を墓。しかし、護衛空母の本来の任務は輸送船団の護衛であり、それらが低速や艦型の小ささにもかかわらず、統治作戦で示されたような攻撃的任務を果たせるにせよ、イギリス海軍がそれを行うには圧倒的に数が不足していた。1942年末までに取得した護衛空母は、 のべで10隻でしかなく、すでに2隻が潜没していた。イギリスの艦隊空母は、開戦前から建造をしていた、イラストリアス級のうち4隻が順次収益する。一方で、1942年8月までにカレージャス、グローリアス、アークロイヤル、ハーミーズ、イーグルと5隻の艦隊空母が潜没しており、次に完成する。 艦隊空母のイラストリアス級5番艦は収益は1944年と見込まれ、さらには航空機の援護のないビスマルクを撃沈し、同様に航空機の援護のないままプリンスオブウェールズを失った経験からも護衛空母より有速な艦隊行動に随伴できる空母を必要としていた。そのために計画されたのが1942年戦時、計画艦隊系空母。 1942デザイン、ライトフリートキャリアである。コロッサス急行空母艦は、イラストリアス急行空母艦の設計を基礎としながらも、当初の計画で21ヶ月、改修を盛り込んだ艦で27ヶ月で完成させるため、排水量をほぼ半分近くまで縮小した上で、軍艦の建造経験の乏しい造船所でも建造が容易なよう。 軍艦ではなく商船の手法で設計されている。しかしながら艦隊系空母とされたことから、イラストリアス級にわずかに及ばないだけの飛行艦パ艦長を持ち、かつ搭載機数はイラストリアス級初期立造艦よりも多かった。検案であった艦隊行動能力は4万馬力の蒸気タービンに軸によって25ノットを発揮する一方で、装甲板の供給能力の不足から、 建造遅延の原因ともなったイラストリアス級で採用されていた飛行校への走行、性格を期すのであれば走行化された格納庫の天井が飛行甲板でもあったは廃され、軍艦としての対応年数はわずか3年にまで切り詰められている。限られた排水量で飛行甲板長、すなわち水船町を確保する一方で、 後期を短縮するための防御力への要求の切り下げから、アークロイヤルやイラストリアス級で行っていた、船体幅が増加する、水中後は省かれ、結果、船体は、LB 比、水船長、幅が8と、イラストリアス級の7.4と比して細長い船体となっている。飛行甲板高は12.5メートルで、イラストリアス級、 11.6メートルより1メートル近く、高いが、飛留、12.8メートルや大鳥、12.5メートル、と、ほぼ同水準であり、空母としては、比較的背の低い部類に属する。本級では、両用法の搭載は行われていない。兵装は日本土基準以下すべて、近接防空火器で、日本土4連装基準2機を、アイランド前後に、4機を、 飛行艦班前後左右一機ずつ、計六機24丁と艦班両原各所に20機前後、コロッサスで19機の 40mm 単装機銃を配置した。航空機修理艦として完成したパーシュース、パイオニアの両艦は並走を艦班上に配置しており、スポンソンはほとんどない。日本の4連装機銃3機12丁、20mm、 単装機銃10機10丁と、門数も、姉妹艦より少ない。戦時急増型である、本級では直接防御は放棄され、機関、弾下約個 20mm の隔壁が張られたのみである。機関は一番艦コロッサスでは、フィジー級系巡洋艦の手機の半数を搭載し、その他の艦は、同仕様で新造されたものを搭載した。構成は、 アドミラルティ式三動型水管管4機とパーソンズ式ギアードターン2機で二軸推進4万馬力400ポンド平方インチである。配置は生産性向上のため前後機械室の中間に後期ガソリン補とを設けてスペースを空けたシフト配置が採用されている。航続距離は重油3196トンによって14ノットで12000回り。 20ノットで8000回り、23ノットで6200回りであった。格納庫は1段で136メートル16メートルの広さと SX 級と同じ5.33メートルの高さを持つ。竣工時には2万ポンド、約9.1トンの機体を66ノットで射出する BS3 油圧型パルトを艦首に一機装備した。着艦高速装置とエレベーターは15000ポンドまでしか。 対応していなかったが、1949年から始まった改装で、マジェスティック級と同じ2万ポンドにまで拡大されている。航空機修理艦のパーシュース、パイオニアは、カタパルト、着艦高速装置などが省かれ、代わりに、それらのスペースが格納庫の拡大に充てられた。またパーシュースは1950年に、蒸気カタパルトの試験艦に割り当てられ、1952年に、 撤去されるまで、延べ1560回の射出を行った。設置された BXS-1 は BS-4 として正式化され、ストローク調によっていくつかのサブタイプがあるが、改装されたコロッサス級やマジェスティック級にも搭載されたものは、Z 化された2万ポンドの機体を110ノットで射出できた。その他、 トライアンフは1952年に斜め飛行艦板のテストを行っている。乗員は艦の運用が854名、航空関連要員222名の、計船76名である。当初は16席が計画されたが、選挙区の推移や設計変更から、コロッサス級として10席、マジェスティック級として6席となり、 コロッサス級から2隻が航空機種理艦へ割り当てられ、マジェスティック級の1隻が未成となったため、最終的には15隻が同型艦、純同型艦として完成した。イラストリアス級が過小な搭載機数、または格納庫を2層に拡大したものの格納庫の高さの負が生じたことから、搭載機種の制限が発生して、急速に陳腐化したことから、マジェスティック級改線型として、 戦闘級4隻が1943年に計画されている。第二次世界大戦に間に合ったコロッサス級は4隻で、あるが、太陽、売却などにより、イギリス海軍を除いても延べ6カ国、1隻も、イギリス海軍で収益しなかったマジェスティック級を、含めれば7カ国で用された。売却、転売の際に改装が繰り返されたことで、機体規模に2万ポンドの制限はあるものの上記、 カタパルト、アングルドデッキ、ミラーランディングシステムなど、ジェット機運用に必要な説を与えられたこと、最終的なオペレーターの財政事情のため、より大型の艦載機やそれらを搭載する空母への更新が行われなかったことなどから、1960年代末においても、半数の8隻が各国海軍で空としての任務についていた。最後まで現役にあったのは、 ブラジル海軍の保有したミナス・ジェライス、元ベンジャンスだが、その退役は2001年、慣例は55年に達していた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。